秋山常太郎から1911年6月7日は明治時代の日本の教育者文部官僚号は不記載。関立長崎市藩学校、官立東京市藩学校をはじめ各地の県立市藩学校、中学校校長を歴任した越後国長岡に生まれる長岡藩校首都区間初代徒校秋山経山の志士。 白座絵門の孫にあたり、白座絵門の向こう用紙、佐内の養子となって、秋山家を継いだ。安政初年、幕府の老中を務めていた、藩主、牧野忠政の命により、小林右、藤の善造、竹賢才の三名と江戸に留学。中学者、安井即賢の門に学んだ。また、慶応二年頃、帰郷していた長岡藩出身の幕臣。 宇どの段次郎と親しく交際。乱学、英学を治め測量術、航海術、兵学に通じていた、この先輩から、門邸同然に教えを受けた。宇どのが、目付の職についていた、慶応四年には秋山も出府しており、江戸会場、北越戦争開戦後の同年初秋、幕職を辞した宇どのと共に、江戸を出発。長岡城落城の後ようやく帰藩したが、宇のは、 ほどなく、病により38歳の若さでこの世を去った。その後秋山は、新都東京に戻り、三島市の塾の教師を経て、明治2年6月に、同郷の稲垣銀次、藤野善蔵らに続き福沢諭吉が主催する、慶応義塾に入社。8月には、藤野、稲垣と共に、塩止めの中津判定内に設けられた義塾出張所の教師となり、 文天素読を担当した。明治3年8月、稲垣が伊予松山藩の藩校、民教館に新設された、洋天家の教師として招かれると、秋山も稲葉斎五郎、中村拓吉と共に、義塾から派遣され、廃藩置県に伴い民教館が閉鎖される明治5年頃まで、英語、数学を教授。中島昌斎、杉山茂義、山地一雄らが教えを受けた。 松山から帰京後は、谷中に下宿し、翻訳に従事していたが、明治6年10月、出版面許事務を担当する、文部省準国課の雇いとなり、明治7年2月に、文部省7等出資、翌年5月に、文部省6等出資に進んだ。7等出資に進んでからは、すでに準国課長を務めていた、慶応義塾の先輩、日田翔作と並んで課長に就任。 同年9月に、日田が学校長に転出すると、単独の課長となったほか、12月には、文部、大輔田中藤丸、学務課長、久喜隆一、医務局長、長与先祭とともに、前年に、福沢らが設立した、学術団体、民六社に加入している。しかし、明治8年7月、自身が反対していた純国事務の内務省、遺憾並びに、 新聞紙条例の制定が実施されたことにより、内務省に移らず、職を辞した。文部本省を去った秋山は、以後各地の市範学校、中学校校長を歴任し、明治9年3月から11月まで、官立長崎市範学校に、明治10年2月から翌年10月まで、官立東京市範学校に、明治12年11月から明治14年5月まで、 静岡県の浜松中学校に勤務。明治15年1月には学校騒動により校長以下の職員が辞職、ほぼすべての生徒が退学し、休校状態にあった宮城中学校の校長に任じられ、学校の立て直しに尽力した。また、明治17年7月から宮城県市販学校校長を兼任し、明治19年7月に、 市範学校仙人となった後、明治21年5月まで在職。この間、明治15年4月から翌年3月まで県、学務課長を心得を、明治19年11月から、県学務課長を、明治18年2月から、宮城県書籍館長を兼務している。さらに、明治23年3月、学校騒動によりほとんどの職員が退職し、 休校となっていた富山県人情中学校に招かれ、ここでも学校再建を主導。明治30年1月、後期の乱れが著しかった青森県第一人情中学校に展示、時間厳守の励行、喫煙の禁止、落台の厳格化などにより興風刷新を図った。明治35年1月には福井県立福井中学校に移動となり、 前任校長が取り組んだや丁長な校風の刷新をさらに強化。全校の3分の1に上る生徒の落第を断行するなど学力向上に努めた。明治38年11月に職を辞した後も、青森時代に県庁の幹部であった上山ウルーツに群馬県知事に壊れて明治42年2月から群馬県立前橋中学校長を務めたが、 在職中の明治44年6月7日、病により東京帝国大学医科大学附属委員で死去した。秋山は蔵書家であり、不記載図書記の蔵書院を用いたことが知られている。明治10年頃、東京市販学校が2万円を支出して、親戚を含む参考用図書を収集した際には、小沢慶次郎らと共に尽力。 これにより同行付属図書館の基礎が築かれたという、ありがとうございます。